はいいいつも動画をごご覧いただききありがとうございますすママヨヨネーズ好きマーヨンです、えー、今回は自己アフィリということで、えー、今すぐに〇〇をすると、まあ、収入になるということで、えー、こちらについてお話をさせていただきますモッピーというサイトなんですけれども、えー、これはまコツコツスマホを触るだけで ポイントがたまっていくわけなんですけどもそのポイントを貯めてすぐに現金に変えようっていうところですね。まあ、そのモッピーについいいいてておお話をしししきまますすよろく願たではモッピーの、まあ、こちらは画面になるんですけども「初めまして」の方ですね。でこちらから無料会員登録というのがありますので、まあ、簡単1分登録はこちらということでこちらから入っていただけます。 でまた、いろんな、まあ、ショッピングでたまったりだとか、まあ、アンケート、ゲーム、口コミでたまったりだとか、そしてブログ、SNS でもたまるっていうことで、えー、そういったところからですね、ま,あ、まずはこちら、登録をしていただきます。はいで登録をし終わったらですね、えー、こちらの画面になるんですけれども、えー、これが、 ですねはい、トップ画面ということでいろいろと、えー、出てきます。でこの中で、はい、今5000ポイントって出てますけれどもこのモッピーが分かりやすいのは1円1ポイントが1円となってます。なので、まあ、これをファミマ T カードでのお買い物でこんなにお得っていうことで、えー、このカードを、まあ、作ると5000ポイントっていう形ですよね。はいちょっと見てみます。 はい、カード発行あファミマ T カードですね、えー、予定反映は1日以内、まあ、確定反映が発行後30日前後ということで、えー、5000ポイントがまあ入るのが30日前後になっていきますでポイントゲットってねここにも、はい、書いてますけれども、まあ、広告の詳細をもちろん見ていただいたりだとか まあ、あとはこのじゃあカード発行発行するだけでいいのかとかあと条件がたくさん並んでたりするんですよね。でそういいったたところを必ず確認をしていただきます例えばこれであったらもうね違うサイトに飛んでしまうんですけれども。 毎日がお得ファミマ T カードっていうことでこちらで、はい、作っていただくと先ほどの5000ポイントももらえてあとはまあ新規ご入会の方だけの特別なチャンスってことでこれモッピーとはちょっと関係はないんですけどもはい、T ポイント4000ポイントがもらえたりとか、はい、そういったお得な使い方なんかもしていただくことができますはいあとですねもういろいろありますよね、えー そうですね、まあ、こういったタイムセールとか見ていただくのが一番いいのかなと思うんですけども NTT グループカードこれもカード発行であったりあとはまあこの自分銀行とかこれもローソンのポンタカードのビザですね、はい、ビザも6000ポイント、まあ、期間限定今だけ6倍って書いてますが、はい、そういったものタイムセールっていうのを見ていただくのが一番いいのかなというところです。はい そして、まあ、いろんなところを見ていただき山田ラビ、はい、アナマイレージクラブ、まあ、こういったものもありますしあとこちらですねこういったもの9000ポイントとか結構高いですよね、はい、じゃあこれは何かというと FX を始めるならって書いてますね、はい、これは講座開設後の取引って書かれてます はい、これ口座開設後の取引になるので、えー、ここから、ま、クリックしていただいて、ま、9000ポイント入る,入るというかこの口座開設後取引があれば、はい、9000ポイント入るということで条件もありますので必ずそちらは、えー、ここに書いてますね。最低取引はおよそ4万円からですので安心して取引できますとかも、ま、書いてたりするんですけれども、はい、そういったところも必ず確認をしていってください。 で、まあ、日銭とかは買われる方もいらっしゃると思うんですよね。オンワードとかショッピングサイトですよね。日銭も、えー、これはここから商品を購入していただくと2、2%のポイントが入ったりね、しますね。はい。ここからショップエゴーって書いてます。結構そういったところではすごくいいですよね。 あとはアンケートで高ポイントゲットっていうことで、まあ、例えば女性の方とかにね1000円です1500ポイントこれを入るって書いてるんですが、えー、毛穴開いてる人限定ですねはい対象のサービスを選んで商品購入や申し込みをしてサービス実際に体験をしてアンケートを受け取って回答で完了っていう形になってますはいまあこういったのも いろいろと条件を必ず確認だけしていただくんですが、はい、いいですよね、ヤフオクとかも、ね、いいですよね、商品落札、はい、購入金額の1%とか。 そうですね、まあ、楽天もそうですあこれが結構高いですねセゾンカードでこれえ重要なことをお伝えするんですが毎日毎日ポイントが変わってたりするんですねなのでそのあたりはもうこの時に作ろうみたいなもうもちろんセゾンカード何枚も作ることができないのであこれ高いなと思ったらもうその時に作っていただくっていう形になります あとは、口コミとか,見る,か見るのが一番いいかもしれないですね。はい。こういう、私はこのジャパンクレジットカードが発行された場合に、そのカードご利用金額の0.1%及び新規の入会1名様につき500円がとか書いてますけれども、まあ、こういったところ、口コミを、はい、見ていただくのもいいところですよね。あとは、そうですね。聞いちゃいました。 そうですねあと、まあ、トップ画面だったんですけれども無料で貯めるとか買い物で貯めるアンケートでたアンケートで貯めるとか、まあ、いろいろあるんでこういったところを見ていただけたらいいんじゃないかなと思いますそして、えーまあ、一番この右端にあるものなんですけども友達紹介っってていうのがすすごくく大きくなってきなますでこれはえ友達を紹介すると300ポイント入ってきます。 300円入っててくるんでですすよねでここも書いてますブログに貼るだけで、えー、SNS あなたの SNS であったり紹介 URL を貼り付けるだけで50ポイントがもらえます。でこれが先ほど言った300ポイントですね。3人登録したら900円入る。そしてこちらですね。これが一番大きいですねダウン報酬といって であなたが紹介した会員さんが獲得したポイントの50%が永久にずっと加算され続けるっていうことなんですけどもの先ほどのクレジットカードとか大きかったじゃないですか、えー、それが、えー、例えばじゃあ1万ポイントねお友達があなたから、えー、お友達が入られて。 そして、まあ、クレジットカードとか何かいろいろ作って1万円、1万ポイントになったとなると、えー、あなたのところに50%返ってくるんで、5000円返ってくるっていうことなんですよね。すごく大きいです。はい。で、そういったところももちろんね、見ていただいた方がいいかなということで、早速友達に紹介してみよう。まあ、紹介方法をね、選んでいただけるっていうことで、Facebook のタイムラインとか、Twitter、まあ、メール、いろんなところではい。 紹介がしていただけます、まあ、それが一番大きいのでえ友達紹介する際にはこの紹介タグっていうことでここに、えー、URL が載ってますこれをコピーするっていうことでコピーしてお友達に送ってあげるっていうところですねも紹介紹介になってるので、はい、紹介をしていただくとやっぱり大きいって50%返ってくるっていうのがこのモッピーとなってます、はい でそして、このモッピーの、まあ、もう一つ、すごく、一番ね、大事なところがあるんですけれども、ちょっとそのあたりは、この一般向けにお伝えができてない、できませんので、まあ、その際ですね、ちょっとこちらの LINEID と私書かせていただいてるんですけれども、アットマークを忘れずに、こちらに送っていただくか、それとも、この、ちょうど動画の真下のところには、マーヨンの紹介、 マヨの LINE アット、公式 LINE アットっていうことで載せてますので、そちらクリックしていただいたら、えー、飛んでいただけます。えー、スタンプ必ずお、えー、送りいただけたら、そしてこのモッピーについてっていうことで、まあ、詳しい内容を教えてほしいですと連絡いただけたらあの、モッピーの詳しい内容をお伝えさせていただきますので、はい、ぜひぜひご登録お願いいたします。はい、では、今回は自己アフィリということで、まあま ポイントをね、今すぐ、えー、クレジットカードであったりとかあとは、まあ、いろんな友達を紹介すると、まあ、収入に変わっていきますよっていうことでお伝えをさせていただきました。えー、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。